はい、じゃあ始めたいと思います。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。もっちーでございます。さあ、先週までね、赤花チャンネル世界のクラウンに会ってみようということで、世界からクラウンをお迎えいたしました。見ていただけましたでしょうか。今日はね、日本語でベラベラ喋れるのでちょっと安心しておりますけれども、そうは言ってももう私の師匠であり大先輩を今日はゲストにお迎えしておりますので、もうドキ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 しておりますけれども、早速今日のね、赤花チャンネル始めていきたいと思います。今日のゲスト、道化師のビリさんでございまーす。ビリさん、あれ、はいはい、ビリさん、こんにちは。バイバーイ。どうもこんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ふふふなんて、もうね、私が、もう敬愛するクラウンでございますけれども、今日はビリさんをお迎えしてインプロ即興演劇ですね、即興演劇とクラウンということで、まあちょっとねトークをしていきたいと思いますけれども、早速ですけれども、じゃあビリさんの方からご自身の自己紹介を兼ねて、インプロとそしてクラウンとして今までねどんな経歴をお持ちなのかということをちょっとお話ししていただいてよろしいでしょうか。わかりました。ですね、道化師のビリと申します。クラウンビリなんて言ったりもしますけれどもね、なんでビリって言うんですかなんてよく聞かれるんですけど、まあ、ビリケツのビリと覚えてくださいというような説明をしております。なんかクラウンはね、あんまりこうシャープな、かっこいい名前よりも、ちょっとずっこけたような名前の方がいいかなと思って、つけた感じですね。でね、30年ぐらいやってるんですよ。もともとパントマイムをね、レッスンに行ったんですね。うん、そのクラウンの勉強前に。で、クラウンになろうと思った動機は、映画です。映画。映画です。マルクス・ブラザーズって知ってます？あ、はい。ね、マルクス・ブラザーズ。っていう人たちの映画を見た時から、なんかこういったコメディの世界にすごい憧れというかを持ちまして、なんかヒーローみたいなもんですよね、僕にとってね、その人たちの作りの中でもう暴れ回ってなんか笑いを作り出してくれるっていうヒーローだったんですよ。で、あとチャップリンも見たんです。チャップリンっていうのはもう本当にちっちゃい時から見てたんですけど、見ててたというか見る機会はあったんですけど、大きなスクリーンで見る機会っていうのは実は大きくなるまでなかったんですよ。その時になんかチャップリンの生誕100年だかなんかそういった記念で、すごく大きなスクリーンでチャップリンの映画を見ることができたんです。ちょうどそれもマルクス・ブラザーズと本当に同時期に見たんで、ダブルインパクトですね。ものすごくの笑いと、それでちょっと涙がこう出るようなシーンがあったりとかしてね、チャップリンは。衝撃を受けて、なんかそういったコメディの世界ってどうやったらもっともっと知ることができるんだろうと思って、単純にチャップリンは喋らないでやるじゃないですか、まだサイレントの時代の映画を見たから。だから単純に何の知識もなかったんで、パントマイムだと思ったんですよ。これでパントマイム勉強しに行ったんです。勉強にっていうか、趣味の範囲でレッスンに通うようになって、そしたら、いつまで経っても、ずっぽけて転んだりとか、壁にぶち当たってひっくり返ったりとか、やらないんですよ。パントマイムは。で、先生に、ドタ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 するなとか言われて、
ちょっとドタドタをしたいんですけどって言ったら音を立てないように歩きながらドタドタしてるように見せるんだみたいなことを言われたりとかですね、いろいろしてたんですけど、そうこうしにね、クラウンカレッジができるっていう情報が入ってた。ああ、その頃に。リングリング、そうです、リングリングブラザーズ&バーナムベリークラウンカレッジ、もともとフロリダにあったんですけれども、それの分校みたいな、ちょうどバブルの時でなんか書かれてたんでしょうかね。そういったもの、日本でもやってみようっていうところが出てきて、日本で分校みたいに作ったのがクラウンカレッジジャパンっていうやつですね。それが1989年ですから、ほんと10年ちょっと前ですね。そこに行ったんです。そしたら、人の叩き方、転び方、パイ投げ、授業があるんですね。これはすごく楽しくて、もう、ウハウハして、やってたんですけど、その中で、インプロの授業があったんです。あ、その中で？僕はインプロと出会ったんです。へぇー。はい。まあ、その、がっつりっていうよりは、そのクラウニングの中の一つの、まあ、コーナーっていうのか、ね、何回かに分けてですけど、それがあって、それすごく印象的で、なんかジャグリングとか、バルーンで何か動物作ったりするっていうのは、一人で黙々と練習とかできるんですけど、そのインプロってやつは、どうも、一人で練習できないなと思って、その練習の仕方もわからない。そうこうしに、ちょっとそのクランカラジの先生が、の友達が日本で、俳優の活動してる人がいたんですけど、そういうワークショップをやることを考えているという噂が入ってきてですね、もう早速そこのところに行って、そのインプロっていうのをそのアメリカ人のマイケルさんっていう人ですけど、習うようになったんですね。それが僕のそのクラウンと、クラウンになる動機とそのインプロとの出会いということですかね。なるほど、そうなんですね。クラウンカラジで出会ったんですね、その時に。その時ちなみにビリーさんは20代ぐらいだったんですか？ですね。もう、そうですね。若かりし。5、6年も前の話になりますかね。そうか、ね。ほんのちょっと前の話ですもんね。はい。あっという間です。はい。そうです。あっという間ですか？あっという間ですね。なんか僕は割とぼーっとして生きてるので、ぼーっとしてるうちに時間だけが経った気がします。いやー、わかりました。そうなんですね。それで今日見てくださってる方は、やっぱインプロにね、興味があって見てくださってる方もいるとも思いますし、インプロってそもそも何って思ってる方もいらっしゃるかもしれないんで、そもそもそのインプロっていうのはどんなものかっていうのをちょっと実演して教えてもらってもいいですか？はい。まあ、大まかに言いますと、インプロっていうのは、即興で演技をする、ね。ちょっと待ってください。フィリーさんなんか顔が固まっちゃってます。よいしょ。これ。ケンさん、こんにちは。どうも、こんにちは。マジシャンのケンさん。ご覧いただきありがとうございます。フィリーさん固まっちゃったね。私が逆に、私がインプロに出会ったのは、今のビリーさんの影響なんですね。それまで私もインプロという言いの字も知らなかったんですけれども、私のクラウンの師匠のお一人でもあるんですけどね、ビリーさんは。で、東京でそのインプロの活動をしておられるっていうのを見て、まあ、私は本当に師匠でもあり大ファンの一員なんで、ビリーさんのそのインプロの舞台というものをなんか見に行こうと思って友達と一緒にね、見に行ったんですよ。それでその舞台でそのインプロを即興で演劇をしているっていうのを見て、なんか、まあ面白いっていうかなんか難しそうって思っちゃったんですけど、でもなんか、ほう、こういう世界があるんだっていうことで、でもこれはクラウンにいいなっ
クラウンのね、トレーニングするのにすごいいいなぁと思って、なんかちょっとかじりつつあったんですけどね。お、ビリーさん戻ってきました。おかえりなさい、ビリーさん。お疲れ様でした。行ってきた。ちょっと準備運動で一周してきた感じですか？ごめんなさい。なんか知らないけど固まってしまいました。いえいえ、大丈夫ですよ。面白い固まり方ですねってコメント来てます。あ、よかった。それは。さすが、さすがビリーさんですね。心配の声も、ビリーさん大丈夫ですかって。とりあえず大丈夫です。大丈夫ですね。はい、よかった。はい、ありがとうございます。はい。早速、そのインプロって何ぞやっていう話でしたね。うんうん。はい。まあ、さっき、途中になったかもしれないですけど、もともと俳優さんたちの訓練方法の一つとして発達してきたものが、もうそれ独立して見せるエンターテインメントになったっていうことなんですね。それを僕らインプロと呼んでやってるんです。即興演劇とか言ったりもしますし、もっとざっくり言うと、なんかお題もらってその場で寸劇をするっていうものなんですね。うん。それはまあ、だからどうするのっていろんなやり方があるうちで、ちょっとこの形でできるものとして一つご覧いただこうと思ったものがあります。スピットファイヤーって呼ばれるものなんですけれども。スピットファイヤー。はい。なんかね、火の中に唾をペッペッって吐くっていう意味があるらしいんだけど、内容をね、もらって、なんかお話を始めますから、モッチがその途中で適当に全く今喋ってることと関係のない単語をポンと僕に投げかけてください。そしたらその単語をもらって、はい、その単語を使ってまたその話を続けていくっていうのをちょっとやってみます。はい。なるほど。はい。まあ、やってみてうまくいくかどうかはわかりませんよ。大丈夫です。腕の見せどころですね。はい、そうですね。じゃあね、うん、お題はね、なんか場所をいただこうかなと思います。場所はどこでもいいですよ。行きたい場所がいいかな。行ってみたい場所。なんかありますね。行ってみたい場所？はい。ピラミッド。ピラミッド。はい。いただきました。はい。それでは始めましょう。あれだ、起きたと思ったら真っ暗だな。お、ボロボロの包帯が巻かれてる、どういうことだ。あ、そうだ、俺死んじゃったんだな。ああ、そうだ。死んじゃったんだ。あの時死んじゃったんだ。でも蘇ったぞ。花火。花火の火の粉に当たって丸焼けになっちゃったんだ、あの時。そうだな。なんかちょうど俺の誕生日で、王様の誕生日をお祝いだって花火あげたんだもん、あの時な。いやあ、あの時って、なるべくでかいのにしろよって俺言ったんだよな。もうちょっとちっちゃいのにしろって言ってけばよかったな。枕。ああ、なんだ、枕が石だよ。枕が石だからだよ。なんかこう、首痛いもの。ああ、大丈夫かな。でも、外に出たら王様生き返ったってみんな喜ぶかもしれないから、ちょっと。行ってみようかな。ああ、そっかそっか。この道だ、この道。よいしょ、よいしょ。お、さすがに眩しいな。包丁。なんでそんな包丁、俺に突きつけるの？ちょっと、お前何者だ？俺が王様と知っての狼藉か。いや。あ、これ、金の鎖？これでいいの？はい。あ、何？もっと？金の飾り？あ、どうぞ。あ、やめろ。
おい、俺は王様だぞ、この国の。お前たちが一発で、え？美女。やっつけられると思ったけど、お前結構いい女だな。なんだ、俺の、側室にならないか。どうだ、そうだ、お前俺の側室になれ。そしたら、贅沢な暮らしをさせてあげるぞ。なあ。お、こんなのあったかな。ピラミッド？え？何このピラミッドって。王様のお墓？そっか、俺、ここに埋葬されたのか。帽子。ああ。この、帽子がな、首が凝る原因かもしんないな。これ、黄金でできてるからな。ああ、楽になった。ああ、この帽子はじゃあ、お前にやるよ。俺はもう、ここで普通の人間として暮らしていこう。王様なんか、もう、ごめんな。ありがとうございました。そういうようにって言ったおかしいけれども、なんかそのもらったあの言葉を使ってどんどんそのあらぬ方向に話を進めていくというか、どんどんあの思いもよらなかった方向に行くんですね。そういうのをまあ楽しもうというか、なんか取れないで突き進んでいこうというか、そういう考え方なんだけれども、今は一人でやりましたけどね、まあ、厳密に言うと二人だけど、あの、三人、四人とかもっと大勢集まって、そのお題もらってやったり、途中からまた新たなお題が追加されたり、あのいろいろあるんです。ね、寸劇って言いましたけどね、もう長い10分、20分、30分とか長いお話をやるときもあるし、あの、ミュージカルに、そう、ミュージシャンがいて、ミュージシャンも即興で音楽作って、やる人も即興で歌ったりするやり方とか、見せ方っていうのかな、もあるので、非常にその、エンターテインメントとしてまだまだこれから日本でどん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 、これから浸透していくジャンルになるんじゃないか。あるいは、あとは、その訓練の方法としても、どんどん発達していくしっていう、この二つの方向で、インプロっていうのがもっともっと、ところに届くんじゃないかと思いますよ。なるほどね。エンターテイメントとしての見せ方もそうだし、そのトレーニングにもいいってことですよね。そうですね。これ、なんか、トミーさん、インプロ、なるほど、面白いですってコメントいただきました。面白いですよね。今ので見てるの、ね、分かってもらってよかったです。ねえ、でもなんかこう、やっぱ頭がガチガチだと、なんか出てこないですよね。こう、やっぱイメージを膨らませないと。うん、そうですね。だからそういったあの基礎的な訓練をずっとやるんです。今やってたやつも、あの、その割と初期の段階でやる訓練の一つですね。まあずっとあの、あってもやるっちゃやるんだけど、一番のポイントは、相手の言ったことを受け入れて、先に話を進めるってことなんです。拒否しない。相手が言ったこととか、そうじゃないとかって拒否をしないっていう考え方で、あの成り立ってるので、だから企業研修だとか、そういうのにも使われたりするんです。そうですよね。ちゃんと相手とのコミュニケーション取るのに、それって一番大事なことですよね。そうなんです。だからそういった意味では、あの、世界中で使われているし、アメリカの俳優とかの世界では必ずやってると思います。オーディションでやらせていたインプロでなんかそういうのやってくださいみたいなことが必ずあるって聞きましたけどね。へー。なるほど。これってその、まあ、5人とか6人プレイヤーがいた場合に、次のストーリーを拾っていくのは、
順番が決まってるんじゃなくて、思いついた人からどんどん続けるって感じじゃないですか。そうです。うん。そう、ずっとアイデアとかをずっと持ったまんまだとぶつかっちゃって、うんうん。進めない。だから、先に誰かがアイデアを出したら、それを受け入れるためには、今まで自分が持ってたアイデアをポンと捨てなくちゃいけない。その作業って実は面白くない。うん。ああ、確かに。それを持ってるまんまで拒否してしまうんですよ。いや、違う、うんうん、こっちを使ってくれ、こっちを聞いてくれみたいになっちゃうと、ぶつかるので、ああ、そうですよねって、自分の手ではそうですよね、で、それはそうですよねっていうふうに、そういったコミュニケーションの取り方をするんですよ。なるほど、それ大事。大事でしょ。うん、ね、研修でも使えるって。ね、クラウにもね、すごくこれが役に立つというのは、うん、特に、クラウンって、ステージでこう決まったパッケージのショーをやるだけじゃなくて、フリーでコミュニケーション取ってあったり、グリーティングとか、ね、街を徘徊したりとかね、お店の中を徘徊したりとか、そういうことをやるけど、そういう時は即興的な考え方とか感覚がすごく役に立って、お客さんとキャッチボールをするだけなので、会話という、会話する人は会話でもいいけれども、喋らない人はびっくりしたとか、どうのこうのっていう、そういった感情のキャッチボールみたいなものもできてくるので、インプロ的な考え方が分かってくると、そういうのがすごく自然にできてくるんです。そうすると、今までじゃあお客さんにやったら、うん、この手品をやってみよう。この手品をやってみせよう。練習しておこう。みたいな、とか、あるじゃないですか。あるある。ジャグリングをやっ、ポケット、こんな、なって、道具持って歩ったりとかするじゃないですか。うん、でもね、お客さんとの瞬間的にそういった、アイコンタクト、目と目があった瞬間からのコミュニケーションから、ちょっとずつ、やりとりができるようになってくると、道具いらなくなる。うんうんうん。そう、ビリーさんいつもね、そんな持ってないですもんね。いや、意外とね、弱虫だから持ってるときは持ってるんですよ。いたというときのため。でも使わないで帰ってくることはよくある。そうなんです。素晴らしい。コメントもすごいいっぱいね、いろいろいただいてて。そう、個性の主張ではなくて、みんなで作り上げるって感じとてもいいですねって。そうなんですね。結局そのチームワーク、そのインプロの場合は、チームワークがいいところのものが一番面白いんですよ。一人だけ、ちょっとひょうきんな人じゃないかもしれないけど、ちょっと目立つ人がボンといて、その人がガンガンガンってやって瞬間的に面白いってこともあるんだけども、最終的にそのチームワークがいいところが、面白いかったりしますね。なるほどね。はあ、すごい興味深い。それってやっぱ本当なんかちょっと違う目線だけど、会社の中のチームとか、家族の中のチーム、家族としてのチームとか、そういう場作りっていうのが、チーム作りをする上でもやっぱ本当大事っていうか、有効っていうか、ですね。そうですね。今。深いですね。深い。あ、いいのかな。うん。いろいろ可能性はいっぱい。まあ、やっぱ相手をね、尊重するって大事ですね。なんかさっきちょっと話戻るんですけどね。なんか甚五郎さんも、私もインプロの舞台を初めて見たのはビリーさんの舞台でした。ってお話、いただいて。そう、ビリーさんがちょっとお出かけしている間にね、私がインプロ出会ったのはビリーさんの舞台を見たんですよってお話ししたんですけどね。そう。ちょっとね、せっかくなんでビリーさんの、そのインプロでの、ちょっと写真も、いただいた感じ。あ、これはビリーさんのクラウンの様子ですね。そうですね。こんな感じで歌ったり、後ろで生演奏されたり。はい。こんな感じで何人かでやったりとかもされてるってことですね。そうなん
若いな。あの、椅子持ってるのは比較的新しいかもしれないんだけど。あ、本当ですか。12月にやりますよ、僕インプロ。12月 ?5 日だったはず。おー。日曜日か。あの、新宿に、あの、プーク人形劇場ってあるんですけど。はい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 。そこでやる予定があります。じゃあ東京に。東京にね、お住まいの方はぜひね、見ていただくと。ね、なんかインプロの舞台って本当すごい観客も一緒になれるから本当楽しいですよね。そうなんだ。じゃあちょっと、もっといろいろ聞きたいことはあるんですけれど、まあその、なので、まあインプロもクラウンもすごいね、似てるっていうか、感じはするんですけれど、ミリさんがそのインプロのプレイヤーじゃなくて、やっぱりクラウンが好きで、こうクラウンを続けておられるところの、そのクラウンの魅力みたいなんて何でしょうか？これはもう、月並みでしかないかもしれないけど、あの、お客さんを笑顔にできる仕事だからですよ。なるほど。はじめはやっぱりね、できなかったことだったけども、経験積む中で、だんだんそれができるようになってきたのかなと思います。あ、そうなんですか。やっぱ最初はそんな思うようにはいかなかったんですか？どうやったら人を笑わせられるのかなんか、全然、皆目見当もつかなかった。へえ。ただ自分がやった行動とか仕草とかで人が笑うっていうのを経験するじゃないですか。うんうん。それの蓄積です。そうなんだ。じゃあいつまでクラウン続けたいですか？体が動くうちはやりたいな。なるほど、素晴らしい。じゃあ、まだまだね、ビリーさんのクラウン姿を見れるということで、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ビリーさんね、あの、この間も、ついこの間もね、静岡来てくださってね、いろんなところでビリーさんを見る機会があると思いますけど、近々なんか活動の、だいぶね、こう、いろいろ業界も戻りつつあるのかなと思いますけど、近々のご予定はありますか？でもね、近々ではないですけど、2月の23日にこういう公演が狛江でコメディフェスティバル、そう、メンバーはこういったメンバーなんですが、おお、よく知った顔がちらちらいくつかね、はい。これは狛江なんですね。はい。狛江って東京でしたっけ？そうなんですよ。東京都、ね、狛江市。似たメンバーで新宿でもうやるんですけど、これはね、もうそうなっちゃって、ただ、だから見せても仕方がないんだけど。でもほぼこのメンバーが入った公演ですね、この狛江のやつは。ああ、なるほど、なるほど。はい、ビリーまで連絡何かでくれれば、Facebook でも何でも連絡くれれば。なります。でも、ジンゴロさんが狛江近いって言ってるんで、ジンゴロさんは、間違いなく見に行きますね。ああ、じゃあ、友達10人ぐらい連れて見に行きます、ね。いやー、ありがとうございました。短い時間ですけれども、貴重なね、お話聞くことができました。なんか本当、改めてね、なんかこう、インプロに、をもっと知ってみたいって方も増えてくれるんじゃないかなと思います。そして、はい、ぜひ、この Facebook やってる方は、道化師のビリーさんでね、あの、Facebook のページがありますので、ぜひいろんな、また情報をゲットして、見ていただければと思います。はい。はい、今日はこの辺で、かな？はい。終わってみたいと思います。じゃあ、ビリーさん、ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。